こんにちは。あ、洗脳ね。まあ、山本太郎さんに洗脳されてますよって、わざわざ教えてくれなくても大丈夫ですよ。自分が思う通りにやるだけですから。それをね、洗脳という言葉で押し込めなくても、まあいいんじゃないかなと。まあ、そもそも、その人が幸せを感じて、強制されたわけでもなくって、喜びでやってる以上は、それがたとえね、洗脳の結果であろうとも別にいいんじゃないですかね。まあ今私たちはね、まあ軽くですけども、その西洋文化、アメリカ文化に洗脳されてますよね。別にいいんじゃないですか、それで。いや、なんかそれでね、実害が出てるとか、人に迷惑をかけてるんだったら別ですけども、まあ仮に山本太郎さんに私が洗脳されてるとして、山本太郎動画をたくさん上げたところで、なんか迷惑ですかね。迷惑感じる人は動画見なければいい話で、暇で暇でしょうがなくって、私の動画が常に目につくんですっていう人がもしいたらね、あ、迷惑かけてましたぐらいの気持ちは考えてもいいかなと思いますけど、そもそも別にスマホもなく持たなくていいじゃないですか。YouTube にログインしなくていいじゃないですか。そんなだったらね。だからまあね、人様を指さして洗脳だ洗脳だとわざわざ教えてくれるのもありがたい話なんですけども、じゃあね、何にも洗脳されてない自分はそれはそれでいいのかって考えると、どうですかね。まあ私も幼い頃はガンダムのプラモデルに洗脳されてましたけどもね。どうですかね。中学生の頃は遠くから見ているクラスメートのあの子にずっと頭の中ね、占領されていて、まあ洗脳されてるようなもんですよ。片思いってやつですか。ね、甘酸っぱい思い出じゃないですか。まあ洗脳もいつか解けて別の洗脳に移り変わりますんで。まあ差し詰め今はね、ナイトライダーに洗脳されて、まあね、車まで買っちゃったみたいな。ほとんどの人が買わないですよ、あんなもの。あれほど視聴率取って何百万人もね、場合によっては何千万人も見たかもしれないテレビ番組ナイトライダーね、いいな、あんな車乗りたいなって。私買いましたよ。洗脳されてるんじゃないですか、こっちの方がよっぽど。もうまたね、車検が来るんですよ、吉谷さん。前回の車検費用100万超えましたからね。今回も安く見積もって80万なんですよ。プラスアルファ消費税8万。何これ、俺は社会のカモか。ということでございました。まあ今回のね、動画はすいません、たまたま見に来られた方に撮ってみたら本当につまんない動画だったかもしれませんけども、まあこういう側面もありますんでね、再生ボタンを押す際はお覚悟の上よろしくお願いします。それでは今日は何に洗脳されようかな。イエイ。